あ、どうも、マスタリングです。よろしく。1万3000人の拍手。3階席、2階席、もう一度お願いします。今日は皆さん、素晴らしいミュージシャン、村長、集めてくれたというか、もう集まってくれありまして、楽屋も楽しく、ワイワイ言っておりました。私は楽器だけですけど、ちょっとしばしの間、お耳汚しですけど、お付き合いください。ちょっと後で皆さんにも参加してもらいたいこともありますので、ご協力お願いします。それでは少し、ドラム軽く、ソロから。年ながら還暦になって体操してました。今、プレイボールに行きましょう。皆さん、これからもどん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 盛り上がってくださいね。そしたら、私はちょっと移動します。
これ、知ってますね。カホンという楽器です。アホンです。どうも。この、すごく有名になって、この楽器ポップになりますけど、私、某ドラム、ドラムスをセット、ドラムショップですね。某大阪の有名なアクトという、そこでまだこれが入ってきた頃に、もう大阪でも少ない頃に、もうそうですね、もう、約もう20年近い前にこれ、20年以上になるかもしれない、もうほんまになかった頃ですね、大山大五郎さんとか、そういうパーカッショニストがまだ入荷した頃に、私も一緒これ、もうだいぶ古いんですよ、何台か持ってるんですけど、すごい面白い楽器で、今はもうポップになって、皆さん、ね、路上、ストリートとかで使ってありますけど、まあ、ちょっとこれを使って、ちょっと変えてきたんです。お遊びしたいと思います。そうですね。あ、まず、飛び込み自殺というか、ちょっと靴脱がしていただきます。どうしても靴下見せたかって、なんで。で、ユニクロで3足1000円の。アホでしょ、このおっさんね、ほんまに。カホンとアホンで。そうですね、皆さんも参加してほしいってさっき言いましたけど、このテンポで一遍足、どっちの足でも結構です、好きな方の足でこのテンポで足踏みしてください。あのザ・ドリームが揺れるぐらい地球を叩きましょう。地球踏み込んでいきますか。もっともっとみんなの音が聞こえるぐらいください。もっともっと、今8000人です。あと5000人音足らん。一日中やっておきましょう。きっと幸せになると思います。これひし形を感じますね。ひし形を思いながらで、一番下のところになったときに手ください、手拍子ください。もっともっと。これが8ビートです。そのままずっとやってくださいね。セッションしましょう、私と。素晴らしい。ドラマーが300人足らん、1300人。私、嘘をついておりました。ちょっと人数は、ちょっと、あれなんです。うどん屋の釜なんですけど、言うだけなんですけど。それでは、そうですね。ちょっとお待ちください。水持ってくるの忘れました。また、ちょっと帰ります。
靴下はユニクロです。それでは、もうわずかね、私も少しで退散しますが、お水、村長さん、愛情の水です。水に拍手いただいているのは幸せですね。このお水さんもめったにないです。ありがとうございます。水にも拍手いただける私は、なんとやらで、そしたら、まあね、あと、まあ、いろいろ僕いろんなとこ行って、何一人でやったりとか、バック、いろんなアーティストさんのバックしたりとか、シンガーさんのバックしたりやってるんですけど、実はこう見えて小学校、中学校でも時々リズムセミナーやってるんですよ。そして我が娘の宣伝なんですけど、一応今日だったかな、3連休の間に、渋谷公会ででかいホールですわ、椎名幸子さんっていう名曲日本の、タレントさんというか演歌歌手なんですけどね、娘もそのドラムの仕事やってます、そのバックをしますので、もしよければまたマスタニマリで検索したり、 YouTube もいっぱい載ってます。ちなみにマスタニ以降親父の僕です。それも忘れず検索してください。ちょっと拍手いただいたお水をちょっと飲ませて、素晴らしい空間ができました。それではね、ドラムでちょっとまた今度は皆さんとお付き合いしながら、今回はお付き合いというより、ちょっと面白い、喋ったり、僕、ドラムっていうのはもうリズム楽器なんですけど、メロディー出してるギターさんやピアノさんと同じように考え方によったら、いろいろ歌って喋れるということもちょっと軽くやってみたいと思います。私はそれで喋っていただくのが好きなんで、どういうのかな、ちょっと待ちください。例えばそうですね、ドラム、楽曲の中におかずっていうか、そのサビの前やイントロの後とか、そのいろいろドラムは4バチっていうか4節8節でおかず入れたりフィルするんですけど、自分は結構喋ってドラム叩くのが好きなんで、皆さんが会話してくれてるのと同じように、そうですね、何やっとんねんこいつとギターに思った時とか、ベースに思った時、おーナイスと思った時は、もう何やっとんねん、例えばそうですね、こうリズム音階をついてるんですけど、そのリズムがそのドドドドンドンドドドンとか、いろいろ自分で考えな、おかずに困ったらそうやって喋って叩いておりますとか、サックスとか他のプラスセクションとか、ギターさん、ベースさん、キーボードさん、クインテットやトリオ、いろんな編成あるんですけど、その人のフレーズとかパターンを、まあ、おかずに置き換えたり、例えばブラスさんなんかはパラババッパラババッパラババッパ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 ッっていうのあったら、もう例えばドラムとか、これをもういろいろとか、まあいろんなものに置き換えたりとか、喋ってるおかずとか、アホかお前とか、なんとねんとか、アホかお前やから、たととたとと、だからもうスティーブ・ワットのログレンですね、それが。こういう感じで、アホかお前とか、いろいろそういうふうに置き換えて喋ったりしております。だからこれで競馬のファンファーレもできるんで、まあいろんな歌が歌える、オクターブ揃えてタムをチューニング、して2度間隔3度間隔とかにしていけば、その例えば競馬のファンファーレやったら、わかりましたか。そんな感じ、ありがとうございます。そんな感じでドラムでもそういう喋ったりメロディー出せると、もっとタムが8つあればオクターブですよね。そんなんで歌ったりとか、まあそうやってある程度簡単には、まあ、歌ったりできるということなんですけど、もう言葉を使ってちょっとそうですね、またそういうお遊びしたいと思います。まあ、YouTube でも村長さん載せてくれるけど、昔から僕ソロの、リズムファンタジーっていうか、大阪市の産業博のイベントとかでもやってまして、インテックス大阪とか、
エレクトリックドラムだけでドラマ作ったりとか、その、変わったこと、物語作ったりとか、あえてエレドラだけで2台とかでパッドとかを使って、そういうのも YouTube に乗っかってるんで、もしよかったらマスターニークでご参照お願いします。そしたら、最後に、今日お客さんの中でなんか言葉、そこを言葉もらって、それをテーマに最後ちょっとやってみたいと思いますので、なんか言ってください、挙手で。一言で結構です。チョコレート。チョコレート。これでいきましょうか。じゃあこれもらいます。それでは最後に、もう一回お遊び、ドラマ遊びします。よろしく。
まだまだ。はいはい、素晴らしい。それではスペシャルゲストを紹介します。音程良し、お客さん。最後に、おしゃべり、マスタリングでした。